こんにちは、事業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画は、自営業向けの持続化補助金について解説していきたいと思います。低感染リスク型ビジネス型というものが、4月の16日から申請スタートして、一時締め切りが5月の12日となっております。ですので、動画で紹介しておくと、お役に立つ人がいるんじゃないかなということで、動画にさせていただきました。それでは、補助金について解説していきたいと思います。早速いってみましょう。はい、それでは持続化補助金、低感染リスク型ビジネス枠について解説します。 こちら一時締め切りが5月12日となってますのでもしねこの一時締め切りに間に合いたいという方は動画最後まで見てくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします本日の目次ですまず持続化補助金について解説します内容と対象者あと申請方法についてあと今後のスケジュールについて紹介しますそして最後にまとめ注意点の方を紹介しますので最後まで是非ご覧になってください持続化補助金にはそもそも一般型とね今回メインで紹介する転換性リスク型ビジネス枠との2つ種類があります一般型

まずね紹介していきたいと思います。こちら一般型の実家補助金は販路開拓支援になります。補助金は上限50万円まで補助は3分の2です。どういうものが対象になるかと言いますと店舗の改装、チラシの作成、広告掲載というように販路の開拓支援の補助金になります。そして今回新しくね設置されたこの低感染リスク型ビジネス枠というものは一体どういうものかと言いますとビジネスモデルの転換または感染防止対策費に対して出る補助金です。まずこの補助額は上 保険100万円ですそして補助は4分の3です対象は対人接触の減少の目的の支援の補助金になります例えばどういうものかと言いますとテイクアウトやデリバリーの導入あとは EC サイトの作成 ななどがこののの対人接触減少目的の支援補助金に該当すするようなものだと思います詳しい内容は募集要項の方に書いてありますのでそちらね URL 貼っておきますのでぜひそちらの方を見てもう少し詳しくね飲みたいって方は見て参考にしてみてくださいさあ先ほど言ったこの感染防止対策費についてなんですけどこちらはどういうものかと言いますと例えば消毒液あとは換気設備の購入などがこの感染防止対策費になりますそしてこの特別措置があるっていうのはどういう内容かと言いますと簡単にね紹介します緊急事態宣言 の発令によって2021年の1月から3月の売り上げがまあね前年度その前2019年2020年と比べて30%以上減少しているようなビジネスの場合はこの特別措置でこの感染防止対策費が上限25万円までがマックスなんですけどそれを50万円まで引き上げることができますよっていう特別措置がありますもしねそちら該当する方30%売り上げが落ちているよっていう方はこの特別措置に該当するかもしれませんのでそちらの方頭に置いといてください本日の動画ではこの一般型 ではなくこちらの低感染リスク型ビジネス枠について詳しく解説をしていきますまず内容と対象です先ほどもねちょっと言いましたけど感染症の防止と事業の継続のために対人接触の減少をするっていうような内容だと補助金の対象該当になるっていう風に思っておいてくださいはいそれで対象者ですこれは小規模事業者になります要は自営業の方ですね小さいビジネスをしている方が該当しますじゃあこの小規模事業者っていうのはどういう方を言うんですかっていうとこのように今回の補助金は決まっています商業やサ サービス業の方は常に、ね、あの雇っている従業員の数が5人以下であること宿泊業、娯楽業の方は20人以下なら OK です製造業その他の方も20人以上だったら今回のこの小規模事業者に該当して対象となります申請方法です今回この低感染リスク型ビジネス枠はオンラインのみになります補助金申請システムというのを J グランツっていうのがありましてそこからログインもしくは登録していただいて進んでいくことになります必要書類について解説します必要書書類は経営計画書、まあ 事業計画書というものですねこれは様式がありますこちらもね URL 貼っておきますのであの概要欄の方を見てくださいそしてもう一つ日付員税務署の受付員のある確定申告書になりますこれ直近のものが必要になりますそして先生同意書ですこちらも様式がありますので概要欄にね URL 貼っておきますのでそちらの方からダウンロードしてみてくださいさっきの特別措置を使いたいっていう方は売上が30%ダウンしたっていう証明する書類がプラスの必要になりますけど基本的にはこの3つだと思ってくださいでこの3つの書類オンラインのみに ななりりまますすすので PDF 化して添付するという流れになりますはいスケジュールです先ほど冒頭にもねお知らせしたように一時締め切りが5月の12日までになっています一時締め切りね間に合わなかったらもうダメなんですかって思う方もいらっしゃると思うんですけど一時以降も受付は継続しますなのでねもし5月の12日間に合わなくても次の受付期間に申請すれば大丈夫ですその予定なんですけどそれ以降は7月9月まあ年明けて1月3月という風に申請の受付を予定しているそうですちなみに一般型の方の受付がまたね 受付締め切りというのはまた違ってきますのでお気を付けください。一般型というのはあの以前からスタートしている補助金でして次の締め切りは6月4日です。これが5時締め切りになります。同じくね、このね、一般型の方も継続して受付されるそうです。予定としては2021年の10月、年明けて2月に締め切り予定を設けているそうです。こちらの一般型はオンラインと郵送での申請も OK です。そこがね、先ほど紹介している低感染リスク型ビジネス枠と違うところですよね。あちらはオンラインのみになりますのでお気を付けください。 気をつけるポイントまとめですね。電子申請のみになります。このアカウント発行に時間が必要となっております。ホームページを見たところ、今3週間から4週間前後というふうに表記がされていました。ですのでね、このアカウントにね取るのに発行されるのに時間が必要というふうに思っといてください。なのでね、5月12日にしたいとか次のね七月には間に合わせたいっていう方は、もうなるべく早くこのアカウントを発行手続きに進んでいってください。それでは申請前にね、なんか申請しようかどうしようかなって迷っている方いらっしゃるっていう場合は、もう申請前に ID 取得を先にするっていうのが賢い方法です。 です。そしてどの補助金もそうなんですけど初期が狙い目となりますどうしてもね1時2時3時でなって進んでいくと採択率が下がってきてしまうっていう傾向があるのであの絶対ではないんですけどやはり補助金は初期が狙い目になりますので間に合う方は5月12日を狙ってあの出される方がいいかと思います詳しい公募要領はね概要欄に URL 貼っておきますでそちらの方を見ていただければと思います今回ね動画の方でこの基本的なとこ押さえておりますのであ、こういう補助金なんだっていう風に分かっていただいて該当しそうだなっていう自営業の方はぜひ こういうパンフレットの方も出てますのでこういうものをね見てもらって簡単にこう今まで、ね、説明したのが表にきれいにまとめてますのでこういうものを見ていただくのもいいかと思いますこういうい感じでなっております。 QR コードもね、各種一般型とね、このビジネス枠と両方載ってますのでね、こういうものでね、飛んでいただくっていうのもありかと思います。こちらの方も URL 貼っておきますので、このチラシの方のね、ぜひ参考にしてみてください。はい。オンラインサロンを運営しています。税理士川南の会議室ということで、税理士をオンライン上で味方につけることができます。月き覚醒で会員にならないと中身は見ることができないようになっております。Facebook の、ね、非公開グループで運営をしています。これの最大のメリットは個別相談ができるということですね。普段ね、単発相談でとね、相談1時間、1万円 という料金なんですけど会員になっていただけるといつでもね何回でも個別の相談ちょっとここ聞きたいなというポイントをオンライン上で相談することができます。またね、顧問契約するよりは圧倒的に安い値段でね、税理士オンライン上に味方につけることができるのでそのあたりがメリットになるんじゃないかなと思います。あと2つ目、税理士の裏側を公開しています。私はね、普段 YouTube や TikTok の裏側、収益公開など、その他あとね、経理の新しい情報、補助金の情報、まあ、ビジネス興こういうなことを考えてやってますよっていうような情報を全てオンラインサロンに優先的に投げておりますので、こちらの ねオンラインサロンの方概要欄に URL 貼っておきますのでぜひ興味のある方はクリックしてどんなサロンなのかなって言って覗いていただいて検討いただけると嬉しいですはいそれではチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますはいそれでは動画最後までご覧いただき本日もありがとうございましたチャンネル登録の方もお待ちしております高評価ボタンやグッドボタンもしくはコメント感想いただけるととても励みになるのでぜひぜひよろしくお願いします他 SNS として Instagram や Twitter、TikTok もやっておりますのでぜひチェックしてみてくださいそれでは本日の動画以上。 になります最後まで見ただきありがとうございますそれではまた税理士河南でした